ムアンウボンラーチャターニー軍は、タイ東北部、ウボンラーチャターニー県の軍である。同県の県庁所在地でもある。旧名プッパパラニコムである。1909年、ブーラパーウボンと改称され、1913年県の名前に合わせて、ウボンラーチャターニーと改称された。長いためウボンと略される。ワット・トゥンシー・ムアン・プラター、プラボーという二人のチャム・パーサック王国の兄弟が、 現在の1733年移り住んだ。この二人は後に、ビエンチャン王国の分野サーン王に攻撃され、プラウ王は殺される。1777年ビエンチャン王国の分野サーン王の攻撃を受けて、二人の息子である、タオカムポンとタオティッサプロム、タオカムは人々を引き連れ、翌年に東、ウボンの付近の現在のドーンモットデーン軍に定めた。 1792年ラーマ1世は、現在のウボンの中心地に町を設置、美称として、ウボンラーチャターニーイシーワナーライの名をいただき、チャクリー王朝の朝広国となった。ラーマ4世の地世には、ワットスパッタナーラームが、ウボン近辺における、タンマユットニカーイ不況の中心地として建設され、宗教都市としての様相を見せるようになり、ラーマ5世の地世には、 フランス領インドシナとの交流の中心となり、教育機関や政府機関が設置され、大国最東部の中心都市としての様相を見せるようになる。1932年ウボンラーチャーターに一件が成立、ウボンはその県庁所在地となった。町は、ムーン川の形成した平地にある。地理的、経済的に南部のワリンチャムラープ軍とは切っても、切れない関係にあり、ワリンに、 ウボンダーチャッターニー駅が存在し、両軍の周囲をリエンムラン通りが囲み、両軍をムーン川が隔てている。ムーン川は雨季には氾濫し、ムーン川沿いの住民は同期節には高台に避難する。市の北部にはウボンダーチャッターニー国際空港がある。雨季はおおよそ4月の終わりから10月の初め頃までである。寒季は非常に乾燥し、月に一度程度しか雨が降らない。 市内の主要な産業は農業で主な生産品は米である。バンコク、チェンマイ、ナコンラーチャシーマー、ウドンターニー、ライオンなど対各地からの直通バスがある。ラオスのパーク線への国際バスの直行便も運行している。ウボンラーチャターニー駅はバンコクから東北東に伸びる国鉄東北線、南線の終着駅であり、対西東端の駅である。ただし、 同駅の所在地は、ムアンウボンラーチャターニー軍ではなく、ムーン川を隔てた、南岸川のワーリンチャムラープ軍である。軍内には12のタムボンがあり、その階に148の村が存在する。軍内には2つの自治体が存在し以下のようになっている。また、軍内には11のタムボン養成体が存在する。以下のリストで結番のタムボンは分離し、ドーンモットデーン軍。 ラオスアコーク文軍に編入された軍である。タムボンナイムアン、タムボンフワルア、タムボンノオンコーン、タムボンパトゥム、タムボンカームヤイ、タムボンチェイラメー、タムボンノオンボウ、タムボンライノイ、タムボンクラソープ、タムボンクットラート、タムボンキーレック、タムボンパーを、ありがとうございます。